上ロマンチカテレビアニメ先行映像って、うさぎさん何これ。ああ前にも言ったよな、テレビアニメ化が進んでるって。でこれが初公開の貴重な映像だ。本当にアニメとして動いてるだろ。いやだからそういうことじゃなくて、俺言ったよね、アニメなんて絶対やめろって。なのに何でもできてるんだよ。大丈夫だ、あくまでこれは先行映像。実際に2008年4月から放送される映像はもっとすごいぞ。すごいってなんだよ、そんなの誰も喜ばねえよ。まあそう言わずに見てみろ、放送前からこんなに反響があるアニメもそうないぞ。それから美咲、ここからの説明は任せた。は？説明ってちょどういうことだよ、うさぎさんって。ああ言っちゃった。はあ、まったくいつも勝手だよな。本当に俺が説明するのかよ。仕方ないか。2008年4月からついに純情ロマンチカテレビアニメが始まります。嘘だと思いたいけど本当です。スタッフも超豪華で、なんでこんな羽目になったんだろう。思い起こせば俺が大学受験前、うさぎさんに家庭教師をしてもらうことになったことが全ての始まりだったんだよな。初対面から印象は最悪、おまけに兄ちゃんと自分のホモ小説なんかを趣味で書いてたりするようなやつに勉強を教わると知った時は本当にどうしてくれようかと思ったけど、でも正直俺うさぎさんのおかげで大学に入れたようなもんだし、うさぎさん結構いい人だって分かったし、でもそれとこれとは別だって。いやちょっとドキッとしたことはあるようなないような。美咲お前何一人で百面相してるんだ。うるさい、うさぎさんの代わりに説明してやってんだろ。ああそうか、説明するために今までのあんなことやこんなことを思い出していたのか。あんなことやこんなことって忘れたのか。いろんなことがあっただろう、あんなことやこんなことが。いや確かにいろんなことがあったけど。そうか、お前も俺と同じ気持ちか。よかった、美咲がその気になってくれたのなら俺も嬉しい。アニメにした甲斐があったな。え、ちょっと待て、どうしてそんな話になるんだ。その気ってどの気だよ。なんだ、今までのことを思い出して改めて俺に惚れ直したんじゃないのか。ああそれとも全て赤裸々に再現しないとお前は思い出すこともできないのか。美咲がそこまで言うなら仕方ない。うわーっ、なんで俵滝、うさぎさん、もしもし、何してるんですか。ここから先は聞いている皆さんのご想像にお任せだ。では皆さんごきげんよう。いやごきげんじゃねえし、っておいこらバカウサギ。往生際悪いな、諦めろ。諦められるかバカ。助けて。はあ兄ちゃん、俺ひょっとして今年はもっと大変なことになるのかもしれません。こんにちは、高橋美咲です。さあここで皆様ご期待のテレビアニメのキャストからのコメントをご紹介していきたいと思います。ってテレビアニメってマジなわけ。つかなんで俺が司会やってるんだ。まったく相川さんも人使いが荒いよな。このカンペを読んでいけばいいんだよね。ではでは皆様、縁も竹縄になってきたところで、ここで素敵な声優の皆様からのコメントを一気にご紹介ってことでどうぞ。高橋美咲役、桜井孝宏です。皆さんはじめまして。純情ロマンチカがアニメ化、テレビアニメ化ということで、びっくりしましたね。はい、まあどういう風な作品になるのかなと、まあ当然本編は追うんでしょうが、オリジナルキャストのままでお送りできるということで、気合が入っているのでございますが、いやいかんせん夜年並みにはこう逆らえないもので、まあ体力の限界までは頑張るつもりではいるのですが、
一体どんなドタバタが待っているのか、交互期待ということで、まあ花田さんが僕はちょっと楽しみでですね、僕はあんまりあのアニメの現場で花田さんにお会いしたことがなくてですね、どんなやり取りになるのかなみたいなのはちょっと楽しみなんでございますが、そうですね、やっぱり音声ドラマだった作品が映像化するというだけでも、全てが見どころだと思うのですが、なんか絵のタッチとかも正直気になりますし、割とこう原作とか読んでると簡略化されて書かれてる可愛いなんか二都市みたいなとかいろいろあるじゃないですか、ああいうのが一体どうアニメで表現されるのかななんて思っているのですが、まあ僕の七色の声を使ってですね、そんなないんですけど泣けなしの七色の声を使ってですね、一生懸命お芝居して、高橋美咲くんも頑張りたいと思いますので、ぜひとも皆様、見て応援していただければなと思います。以上、高橋美咲役桜井孝弘でした。宇佐美明彦役の花田光です。日本のテレビアニメで、メインキャストを、やらせていただくのはこれが初めてで、他の、ね、キャストの皆さんたちは本当超ベテランで、またあの演出の方もですね、素晴らしい俳優でありかつ演出をなさるというすごいもうスタッフで、あのいやいやいや、あのちょっと本当緊張してます。で、あの勉強をさせてください、お願いします。攻めの、宇佐美なんですけど、多分アニメ慣れてないんで、多分ヘタレ攻めの宇佐美になるかもしれません。あとどこまでねやるのか、この作品で、あの多分予感と余韻ぐらいじゃないかなと思うんですが、その辺をこうなんとか、うまく演じられればと、頑張ろうと思っております。あとこの作品はですね、あの純情ミニマムってあったじゃないですか、短いですね、はい、あれを読んだ時によくできてるなと思ったんですね。もともと宇佐美と上条っていうのはね、幼なじみだから、そこのところがすごく、あの手袋のエピソードとかですね、うまく描かれていて、後半の方しか知らない人には誰もわからない世界が展開してて、ぜひその純情ミニマムからちょっと読み直していただいて、アニメに臨んでいただきたいなと、思っております。あとこれは僕の宣伝になっちゃうんですけど、この、純情の関係のサイトで、携帯にちょっとしたものを書いております。宇佐美明彦は秋川弥生という名前で、自分の脳内の欲望を、欲望というか妄想を解放しております。僕は、また、ちょっと名前までは言いませんが、あの変な名前で、またやりたいことをやっておりますので、ぜひ、そちらの方も、アクセスしていただくと、嬉しいと思っております。何分経過嘘マジですか、喋れるじゃないですか。いや以上です。ありがとうございました。どうも、上条弘樹役伊藤健太郎です。草間の明役神奈信俊です。はい、というわけで神奈さん、はい、いよいよ純情シリーズがアニメ化ということで、すごいね。すごいですね、まあ、思い起こせば ねいつですか最初の動画。もう随分前でしょ。随分前ですよね。それがアニメだよ。はい、今まで声だけでお届けして、まあそのね、はい、皆さんの脳内の中で繰り広げられるめくるめく、はい、その甘美な世界が、はい、なんと今度電波を通して皆さんのお茶の間にお届け、はいはい、すごいですね、公共の電波に乗ってお茶の間にお邪魔ですよ。お邪魔しちゃうんですよ。どうします。でもさ、はい、よく言うけどさ、はい、動く上条動くの秋って、やっぱりこれ魅力なんだろうな。いやそうでしょうよ。どうも楽しみだもんね。どう動くんでしょうね。お前が言うとなんかやらしいな。いやいや、どんな動きでこう攻めてくれるのかなってね。ああそうだね。あ、はい、そういうところもどうなんだろうね。そうですね。難しいですよね。こう今までお互いの呼吸だけでそういうシーンをやってきましたが、そうだね。今度は絵に合わせてそういうシーンをやるということが出てくるってことですよね。俺たちに合わせてもらおうよ。声先にとって動きを後からつけてもらう。そんなすいません偉そうに。
ちょっと私、はい、思い上がっておりましたまあ、あの我々それだけ、ね、この上条と野脇のカップルに思い入れがあるよね。ありますね。だってさ、健太郎とさ一緒にやってると本当になんか分かんだよね、お互いの。そうですね、呼吸がね。そう、あのよくね絡みのシーン撮ってね、あのかなさん疲れてきたんでそろそろ行きましょうよっていうアイコンタクトをね、こうね。あ、そうだね疲れるのかよこんなこと言っていいのかな。俺は疲れてないよ。あ、本当ですか。俺はなんか呼吸を大事にしてる。ああ、なるほど、うん、呼吸を止めて1秒ごとにみたいな。じゃあ呼吸を止めたら苦しいだろう。すいませんまあでもあのぶっちゃけこのカップルがかなさんと絡んだ初ですよね。確かに。そうなんだ、実はね。それがねアニメになるということで。でもさ、割と最初にやった時からいい感じだったよね。まるで餅つきのようにこうあうんの呼吸でした。そうだ、餅つきやっちまったなみたいなねそのネタわかるから。わかんないでいいよ別にまあまだねこれ今撮ってるのは正月明けて早々なんですが。そうだね、はい。まあ順調始めのお仕事なんですが。順調始め、あ、順調始めっていう言葉いいね。いいですね、使おう。はい、使ってください、うん。まあ、というわけで、うん、我々の、まあ、姫始めはアニメでということになりますね。そうだね、はい、うん、それはどうだろうか。その何だろう、姫始めっていうのはそれどうなんだろう。どうですか、もう行き着くとこがもう見えなくなってきてますね俺ね、はい、野脇の中の人っていうやつで、はい、コラムを書くことになってるんで。どこで、雑誌シエルさんだと思う。俺もなんかちょっとエッセイっぽい、おね、コラムっぽい、なんだか分かんないけど思いの丈を、ぶつけてみようかなと。なるほど。じゃあいろんな形でこう我々の順調に対するいろんな筆舌に尽くしがたい思いも書いちゃおうかなとか思い。わかりました。じゃあまあカンナさんがコラム書いてる間我々はウェブラジオの方頑張りますんで。頑張ってください。たまに呼んでくださいよ。あ、ぜひぜひ遊び来てくださいね、はい。というわけで皆さんお楽しみに。よろしく。皆さんこんにちは、高槻忍役のちょっと鼻声の気象大輔です。朝ですまあ皆さんね、さすが面白いことばっか言っててね、笑いが欲しい僕としては悔しいですはい、これはきっとね、分かると思うネタですけどね、それどうでもいいんですけどまあ祝純情ロマンチカですね、はい、アニメ化ということで、おめでとうございますよ。まあここで私高槻忍としてですね、一番気になるのはですね、やっぱり出番かなと、私はあのテロリスト組でございましてね、テロリスト CD は2回3回くらいですか。2、3回ぐらいです。まあまあ、あのシリーズの中では番外編的な感じでね、やらさせていただいておりますんで、これどうしてもちょっと、出番がこれどうするんだと、原作の方ですとね、もう和彦さんと、まあケンちゃんとちょっとで、和彦さんとほとんど絡みが、他のメインの方たちとこれ絡めるの絡めないの、カラメルソースはあなた好きなの、僕はプリンにカラメルソースいらないタイプっていうことを、まあ、今後大きくいろんなところで展開していこうかなという、僕の純情なハートは壊れそうな勢いです収まりが全然良くないんですけどね。何が言いたいかっていうと、まあもう精一杯頑張るということなんですよね。まあ皆さんもテロリストに気をつけつつ純情な気分になってくれれば、まあこの後和彦さんのコメントがあるんですけど、まあ綺麗に収めてくださるんで、僕は何の不安も抱いておりません。いやー、気象らしいコメントでした。ありがとうございましたはい、宮城陽役をやらせていただきます、井上和彦です。どうも、宮城よでございます。はい、そうですか、いよいよテレビアニメになるということで、今までですね、CD ドラマで楽しんでいただいた、作品がこれ動いちゃうってすごいですよね。皆さんの想像だけでこう、聞いていただいたものが
実際にですね映像になって、皆さんの前に飛び出してくる、これは本当に嬉しい限りでございます。キャストもですね非常に豪華で、こんなキャストを集められるのかなっていうぐらいに、すごい作品になるんじゃないかと思いますけども、先ほど聞いたところによりますと、僕は前回に出るわけじゃないらしいです。はい、まあお当番の回になったらですね、一生懸命頑張りたいと思いますんで、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思いますけども、岸尾くんとのコンビも、久しぶりに楽しんでできるんじゃないかと思います。まあ、どの回を撮ってもですね、楽しい作品になると思いますんで、僕が出てないからって見ないとかってそういうことじゃなくて、僕が出てるから見ないってことじゃなくて、全部見るようにしてください。本当にワクワクしてます、楽しみです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。井上和彦でした。ありがとうございました。やっぱ超美声ばっかだよな。おまけなんか盛り上がってるし、俺も頑張らなきゃ。って何を頑張るんだ。とにかくこんな素敵メンバーでテレビアニメはお送りいたします。お楽しみに。ってことで純情ロマンチカコメント集でした。では今度はテレビでお会いしましょう。はい、終了。あー疲れた。それにしても本当にテレビアニメになるわけ？はあ、相川さん、どうにかしてくれよ。